ようこそお参りくださいました。本日はですね、靖国神社に最初にお祭りされたのは誰かについて少しお話をさせていただきます。靖国神社の御祭神は寛永6年からの国寺殉難者240万6千余りの柱の御神霊がお祭りされております。たくさんの神様、御霊がお祭りされております。ではその中で最初に靖国神社でお祭りをされたのは誰なのか、このですね、最初にお祭りされたの誰ですかというご質問よくございます。皆さんどなただと思いますか？靖国神社では創建より何度となく合祀祭が再興されております。最初の合祀祭は靖国神社の創建明治2年でございます。明治2年6月28日サウの刻、午後3時から5時ごろですかね、その時間で清早いの神事が始まりまして、深夜の牛の刻、午前1時から3時あたりですかね、その深夜の牛の刻に3588柱が昇魂されました。その時合祀をされたのは慶応4年正月3日京都の鳥羽伏見で始まった、いわゆる戊辰の役における官軍の戦没者3588名が最初にお祭りされたと言われております。ではその中から誰が最初に合祀をされたのか、それは分かりません。それはもう御霊、神様のことでございます。ですが、御霊をお招きをする、より塩である霊寺母、この霊寺母という名簿、御霊のお名前が記されております霊寺母、その霊寺母の一番最初にはどなたの名前が記されているのか。霊寺母の一番目にはですね、薩摩藩士の大山源左衛門という方でしょうか、その方のお名前が記されているそうです。もしかしたらこの方が靖国神社で最初にお祭りをされた方かもしれませんね。